まあ、ただ影はっきりということで、まあ、今後もですね暑さ対策を行っていきましょう。そして今日は23日まだですね、あと5日後がハッピーデーということでいつもこれ気になっちゃうんですよね28日がハッピーデーなんですね、うん。まあ、このように見ていきました。この後もですね買い物移動する場合などは暑さ対策が欠かさず行ってください。ここまでありがとうございました。明日も素敵な一日になりますようにお祈りしております。ではここで失礼いたします。